めっちゃサービス。ここでは違います。はい、ありがとうございます。嬉しい。もう僕はもうほらみんな来てくれてありがとう。おはよう。早速も張り切ってるね。おはようございます。くまもんありがとうございます。おはよう、くまもん。この後中でね、ちょっとくまもんあのステージさせていただきます。こちら皆さんも一緒に来ていただきたいと思います。ね、ありがとうございます。まっすぐまっすぐ行きますね、くまもんね。ありがとうございます。ダンスショーよかったら来てるよ、友達も、ね、もうなんか横綱になってる、もう横綱になってるね、横綱になってる、違う、気が早い、違うってとこ、ここは違うってこので、ね、気をつけて、はい、ありがとうございます。足元気をつけてくださいね、つまもんね。よし、じゃあ奥を行って右に行きますよ。はい、こんにちは、ありがとうだもん、ほらいっぱい来てくれて嬉しいね、つまもんね。お友達こんにちは、ありがとう。はい、では何名かくまもんが集まってもらってるみたいよ。何名もいっぱいいるよ。おすごい。ありがとうございます。くまもん後ほどねブースもお邪魔しますね。あ、いっぱい来てくれてますよ、こんにちは。わあ、すごいね、いっぱい来てるよ。ありがとうございます。わあ、嬉しい、もんがいっぱいいっぱい、はい、皆さん拍手でお出迎えいたしましょう。今日はね、皆さんにね、くまもん、会うのを楽しみにやってきたんだもんね。九州国立博物館は何年ぶりかな、すごい久しぶりに、1、2、3、4、ちょっとね、数えきれないぐらい、くまもん、昔にね、ちょっとお邪魔しまして、またね、皆さんとお会いできてとっても嬉しいもんということで、今日はですね、楽しい時間をね、過ごせたらいいなと思っておりますよ。くまもん、今日はね、人吉くまの、そう、いろいろブースもあったりとかね、人吉くまといえばこれですね、あの、奇獣馬でしょうか。素晴らしい、素晴らしい奇獣馬ね、はいはい、素晴らしい、いろいろあるみたいだから、また後ほどね、ご紹介させてもらうとして、まずはですね、やっぱダンスでね、くまもん、お届けしたいもんと言っておりますね。くまもん、何のダンス踊ろうかな。カモン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 、くまもとくまもん、カモンくまもんですね。はい、今回ね、熊本県のね、あの、人吉のブースをね、はい、設けてもらってますので、熊本県で皆さん来たことありますか、どうかな、くまもん、あ、来たことある方いますか、あ、結構いらっしゃって、くまもん、いや、嬉しいね。はいはい、じゃあぜひね、皆さんね、あの、熊本県の人吉、あの、来たことないよっていう方、ぜひね、来てもらいたいなという思いを込めて、くまもん元気いっぱい踊っていきたいと思いますね。いいかな、大丈夫、踊る準備はできてますか。あ、オッケーだもん。では早速踊っていきましょう。カモンくまもん、ミュージックスタート。よっ、くまもん、お手を皆さん、よかったら手拍子お願いします。くまもん、いや、持たないよ、持たないよ。ハッター、またお答えありますよ。ほっぺーの手前、ほっぺーのハッピーライト、ロック、
その応援のために部長が来てくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。人吉熊って皆さんご存知ですか？あの熊城中とか熊川とか熊本の南の方にあるんですけれども、まあ、山々に囲まれて大きな川が流れてて、そして観光としては素晴らしい人吉温泉とかもありますし、そういったものがたくさんあるところです。で、実はその中にはですね、いろんなこう歴史があってですね、今も昔の風景が残っていたりとか、とても古いお仏像がたくさん残っていたりとか、あと木地馬とか花手箱とか、今もお土産です。これだけは分かりました。他ちょっとよく分かんなかったんですけど、申し訳ない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 。で、4階で今展示やってるんですけども、その関連でですね、今回来ていただいて、まずパネル展もやってますし、物産展もやってますので、まあ、そちらの方もぜひご覧いただきたいと思います。で、今日は家族の日ということでですね、4階の展示室、そうなんですよ、家族の日なんですよ。奥さんが、来られている方、保護者の方2名ですね、無料ということになるので、このタイミングでぜひ4階を見ていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私も一緒にやった方がいい？やめよう。無理がいい、無理がいい。大丈夫かな、腰。大丈夫かな、腰。はい、写真撮ってますか、皆さん。なかなかないですよ、なかなかないですよ。プルプルしてます、プルプルしてます。起き上がって。大丈夫ですか、部長。部長、腰の方は。ですか。じゃあ、早速ですね、ちょっとパネル展の方とか、部長、一緒に見ていただいてもいいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ではちょっと後ろの方ですね、部長と一緒に回りたいと思いますので、ちょっと開けていただいていいですか。マイクないので。おおおお、
前じゃないんです。はい、じゃあ熊本さゆりさんについていきましょうね。ぜひ皆さんもね、一緒についてきてもらって助かるんですけども、あの、道路電波もね、そう歩いてらっしゃる方にぶつからないようにお気をつけてお進みください。まっすぐ進んでいきまーす。サイブさんについてくれたもんね。すいません、こっち右ですよ。じゃあ、まずこちらパネルの方に行ってみます。じゃあ、クマモン、ありがとう、ガモン。あ、たまらなくありがとう。はい。じゃあ、まっすぐね。ありがとうございます。はい、お友達ありがとうね。じゃあ、クマモンと。すごいね。ありがとう、助かって。ありがとうね。あ、嬉しいね。はい、いろんな展示の紹介をしています。ありがとうございます。あ、懐かしかったね。クマモン、ほら、いろんな、あ、これは何ですか。こういう遺跡がたくさんあるんです。クマモン、ちょっと敷きました。4階にありますからね。4階に実物があるんですね。実物があります。実物があるそうですよ。4階だいぶ上だなって言ってたかな。今日はちょっとね、クマモンは行けないんですけれども、はい、ぜひ皆さんね、この後ねぜひ見てください。はい、そうですね、たくさんありますからね。すいませんね、ありがとうございます。こっちは展示の紹介ですけど、人吉熊の観光紹介やってます。人吉熊の観光紹介やってます。美しいですね。大変美しいですね。美しい、やっぱりね。キャンプ場もありますよ。泳げるかな、熊門は。熊門は僕は大丈夫、沈まない。資料館とかもありますしね、古いお寺もたくさんあります。そういうところにぜひ皆さん行っていただきたいと。僕もちょっとね、あのお休みがないんですよ。ブラックですね、ちょっとみんないたわってあげてください。いたわってあげてください。わー、クマモン、あー、皆さん来てくれたっけ。いたわってあげる、いたわってあげる、いたわってあげる、いたわってあげる。ありがとうございます。お休みが欲しいブラックなのに。お腹ブラック。色味もブラック。色味もブラックですけどね。色味もブラック。菊さんにね、はい、いろいろ、あの、クマの美味しそうなものをちょっと今見つけるので、ぜひ。じゃあ、いろいろとね、ブースにありますね。湯の前町とか、たらぎ町とかね、熊本、そうそう、ありますので、あとでまたごゆっくり見てください。こちらにもパンフレットもありますね。熊本のパンフレットもありますね。熊本もありますね。おお、待ってます。ね、皆さんもらわれましたか。まだもらってないなのか。熊本カードありますよ。ぜひ熊本カード送ってください、それは。あー、熊本、あ、何？あ、これが人吉城、人吉城なんですよ。人吉城の今発掘調査もしてますので、またいろんな新しい成果が出ると思いますよ。熊本城だけじゃなく、人吉城にもぜひちょっと見せてください。そうですね、熊本、人吉城も見たことあるそうですよ。素晴らしい、ぜひぜひ。じゃあね、熊本、ありがとうございます。ちょっと物産の方に、ね、物産の方、じゃあ後ろに行きましょうか。はい、お邪魔します。すいません、クマモン、ほら、楽しみにやってきましたよ。食べ物だったりとか、そう、ぜひ皆さんにもね、見ていただきたいものたくさんありまして、
じゃあちょっとせっかくなんでね、ご紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、すみません、今日新米お米を持ってきてます。上新地米って言うんですけど、2号入りの真空パックで、水害があった球磨川ですねの源流で作ってますので、ものすごく美味しいです。はい、で、くまモンにも食べてもらいたいですね、これね。はい、うわー、もう僕も食べたい。300円で売ってますんで、よろしくお願いします。お願いします。お姉さん買って、お姉さん買って、いや、じーっと見られてもまだまだあります、まだあります、まだあります、はい、その他にも、はい、じゃ ありがとうございます。はい、今日はキクラゲを私作ってるんですけど、持ってきまして、普通のお料理用もこっちにあるんですけど、こちらはおつまみとかで食べれるように醤油と柚子胡椒味になってますので、ぜひ今も焼酎のあてに、いや焼酎のあてに、クマモは飲めないんですけど、ね、あれ飲めないの、クマ焼酎か、私もそんなに飲まないよ、料理こんなガブガブしない、あ、おつまみお願いします。どうぞどうぞって言ってね、ありがとうございます。はい、まずはもうキクラゲはほら体にもいいですし、美容健康にも健康にもいいですもんね。鉄酸がそして 2-3% しかありませんので、ぜひこれを機会に必要式まで作ってますので、よろしくお願いします。 2-3% しかないってクマも何だろう、美容肌、お肌が綺麗なのはキクラゲを食べられてるからですかねっていうのかな。はい、強いですね。もう余計モフモフになるかもよ、ダメかな、モフモフ、ほっぺたがモフモフ、いっぱい食べろということで、ありがとうございます。あ、本当にもね、あ、どうも後ろにもいらっしゃいますよ、ありがとうございます。島村婦人会の動画に募集をたくさん持ってきました。これは小さい金まで皮を薄くして、唐辛子の地元の人に作ってもらった美味しい美味しい柚子胡椒です。あ、今から鍋の季節に炒めに入れたり、パスタに混ぜたり、味噌汁、うどん、ラーメン、なんでも。あ、もう分かり合ってます。さすがよくお分かりでということで。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。この柚子胡椒ってね、本当おっしゃった通りね、これからの時期にね。うん、ぴったりだよね。あ、ダメだダメだ、考えちゃダメだ、うん、いやー、ご食べ物のことでね、ちょっと一言だけいいですか。はいはいはい、皆さんご存知と思いますけども、令和2年に人吉球磨地域は豪雨で災害にあって、まだ復旧の途中です。で、こういったのもそれの復旧支援のためにお願いをしています。今後ですね、まあ物産もそうなんですけども、ぜひ現地に行ってですね、その素晴らしさをご覧になって、また復旧復興の支援をしていただけるととても嬉しく思います。よろしくお願いします。お願いします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。こちらもよろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ熊も、ぜひ熊も水も綺麗だしね。食べる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 、どんどん食べる。ちょっとすいません、通訳が分かりません。僕が全部食べたいんですけれども、はい、せっかく福岡に、ね、持ってきてます。福岡の皆さんに、そうですね、一人でも多くの方にね。そうですよ、ぐずぐしないでクマもね、はい、食べてもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとそろそろ戻りつつ、はい、そうですね、またそっちのご紹介に、はい、あ、来てますか、うん、ステージの方に戻っていきましょう。あ、ちょっとこっそりもらわないでよ。もらわない、持たない、はい、持たない、隠れてませんから。ちょっとお返しください。心配だ、美味しいよね。はい、2号入ってます。今もステージに入る、大丈夫です。はい、じゃあクマモンはプライスリー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 プライ子供たちが遊べるスペース。岡崎さん。あ、こちらもね、お邪魔しまーすということで、はい、こちらのぜひこちらも、はい、ご紹介したい。これですね。はい、馬の奇獣馬と放て箱。これここではちゃんと触れるようになってますので、靴脱いでね、ゆっくりこうくつろいでいただきながら遊んでいただけるといいなと思います。はい。熊もいますよ。
さあ、さっきの比重馬と似てるかな、くまモンの振りと。あ、くまモンとどうでしょう、並べて。あ、いいですね、いいですね。皆さん、こちらが基準馬ですよ。羽田さん写真撮って。はい。そして、僕も。基準馬でございます。くまモンの基準馬と本物の基準馬が似てるかな。コラボレーション。コラボレーション、コラボレーションって多分二度とないです。ナイスナイスね、ナイスね、確かに。そうはいい感じに腰が持ってますよ。ないないない、素晴らしい素晴らしい。下からどうぞ下から。鼻手箱も一緒にね、あ、プルプルしちゃってます。皆さん時間がちょっと限られてますので、今のうちにね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、疲れた。疲れた。大丈夫かな。ちょっとあの白衣さんの天気とか。もう4回も5回もやってるとやっぱね。あ、僕のね、大好きなおもちゃ。車ですよ。はい、花手箱もありますよ。はい。ああ。まあもう基準は潰れてない、大丈夫。ああ、ひどい。大丈夫、丈夫。ありがとうございます。だからね、木でしっかりできてるから。そう、しっかりできてるから、これで遊ぶんですよ、みんな子供が引っ張って。ね、嬉しい嬉しい。あ、基準はこうでなくちゃということで、よろしくお願いします。はい、ではくまモンステージの方にちょっと戻っていきましょうか。はい、はい、ありがとうございます。気がいい、はい、気がいい、気がいい。ぜひ皆さんね、お友達行ってくれたよ、楽しんできてね。ほら、くまモンお友達はブース行ってくれたよ、ね、いっぱい発見してきてね、ありがとうだもん。はい、じゃあちょっと写真タイム。はい、くまモン、ありがとうございました。ブースの方もね、僕も一緒にくるっと回ってもらってご協力ありがとうございました。とっても嬉しかったもんということでね、じゃあくまモンどうでしょう。あの、せっかくね、くまモン、じゃあ山笠の前で、はい、ステージ作ってもらってますのでね、ぜひ皆さんにお写真をね、撮ってもらえたら嬉しいなと思います。じゃあまずはくまモンだけで、はい、行きたいなと思いますけど、はい、くまモン、基準馬ポーズ以外がいいかなって聞いてくれて、皆さんね、結構ね、あの、いっぱい撮ってもらってるからね、お願いします。じゃあ、3ポーズぐらい行きましょうか。OK、それでは行きましょう。3、2、1、ポーズでお願いしますね。3、2、1、ポーズ。イエイ。命、はい、まあ、もうよくお分かりで嬉しいです。命ですね。これね、あの、平成の流行ったギャグです。あの、ゴルゴ松本さんのね、命というポーズで、はい、お届けしてますけど、小さな友達はポカーンだけど、ね、これで、ね、結構ね、みんなね、大人の方ご存知じゃないかなと思います。はい、ちょっとね、プルプルしたいね、今日は。いい感じに、まあ、体幹が鍛えられてますね、か。あの、基準馬効果でしょうか。ねえ。はい、取れましたか、大丈夫ですか。ありがとうございます。続いてのポーズいきましょう。3、2、1、ポーズ。イエイ。あー、これ、わかりました、皆さん。コマネチのポーズね。ビートたけしさんの、そうそうそう、ね、お子さんはわからないですよね。何のポーズかな、ね、大きくなったらわかるよ、きっとね。コマネチということで。ねえ、クワモン。はい、大丈夫ですか ?OK。じゃあもう一ポーズね、ラストいきましょう。ラストポーズいきますよ。3、2、1、ポーズ。やっぱり、やっぱり基準まで締めましたか、クマモン。そうね、やっぱいろんな角度からね、皆さんにね、あの基準のポーズね、はい、ぐるっと、はい、自動で回っていく感じでしょうか。基準はこういうね、形をしてるんだよ、友達に。あとでね、こちらのね、アジンパン、ぜひ行ってみて、あのね、基準まで体感してもらえたらと思うけど、どうかな、取れたかな。あ、やっぱりね、基準馬も、ね、遊び方によっては、はい、 OK かな、取れましたか。お友達もありがとうね。はい、ありがとうございます。ではね、今もごめんごめん、ちょっとそろそろね、お時間も近づいてきましたので、はい、せっかくなんでね、皆さんにもあと1曲だけでもダンスをね、はい、お届けできませんかね。クマもどうかな。あ、拍手もあり
ありがとうございます。これは踊るしかないですよ、くまもん。バチロンっていきましょう。はい、あ、ドキドキしてるんですか。うん、はい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 、頑張って心拍数を、はいはいはい、うんうん、大丈夫でしょうか。はい、あ、こっちから心臓が出てきましたかね。ワクワクワク、そんなに緊張する。うん、大丈夫、心臓ね。ちょっと取り込んで取り込んで、もう一回、はい、口の中に、大丈夫ですか。あ、脈動が流れているんでしょうか。大丈夫ですかね。はい、うん、くまもん、うん、あ、そうでしょ。間に合わなかった。どうしようかな、くまもんね。じゃあちょっとあの音を流していったらきっと踊ってくれるかな、くまもん。ちょっとね、様子を見ながら音を出していきたいと思います。はい、今までにないパターンですけれども、くまもん体操ミュージックスタートでいきたいと思います。きっとダンスが流れたら、あ、今心臓探してる、はい、手探りで、はい、きっと気合でいっていくと思いますよ。それでは踊っていきたいと思います。くまもん体操ミュージックスタート。せーの、紹介します。うちの埴輪店長です。埴輪店長。
羽田船長ミュージアムショップにいます。そしてミュージアムショップにはブロックも売ってますので、ぜひそちらの方にもお立ち寄りください。あ、お似合い、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さん引き続きね、こちらでね、くまモンを楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。くまモン、まだ心臓バクバクいってますけど、ちょっとこの後でもね、お仕事がございますので、あー、はじわ店長を痛めさせて、うん、頑張ってねって、はい、ちゃんとメガネをかけて、今日はくまモンもね、はい、一緒にハニワをかぶってる、かわいいね、ぬいぐるみ持ってくれてますよ。はい、ぜひ皆さんね、この後もね、引き続きね、お楽しみいただけたらと思います。今日はね、あっという間の時間でしたけどね、くまモン、どうだった？うん、ありがとうございます。とても楽しかったよね。やっぱり20万やっぱり皆さん人よしての20万ぜひぜひね、うん、遊んでいってもらえたらと思います。こちらのね、アーティッパーのブースにございますので、楽しんでいってね。はい、もし動かなくなっちゃったらどうしよう。あ、一緒に一緒に帰るかも。レアなパターンで、そこで写真がね、皆さんね、撮ってもらえたらと思います。すごい、まさかのね、くまモン現地課長のタイルさんまで一緒に肘のポーズしていただけるとはね、くまモンね、これ今来た人何のポーズだろうってなってますよ。なんでね、大丈夫でしょうか。はい、はい、じゃあ立ち上がっていただいて、くまモン、はい、この後のお仕事もありますんでね、はい、ぜひ皆さん、うん、時間のある方ね、まだまだ楽しんでください。はい、今日はあっという間のお時間でしたけれども、皆さん楽しい時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。またお会いできると嬉しかです。くまモンサプライズ、くまモン隊隊長のくまモンでした。ありがとうございます。イエイ。いやー、ラストもちょっとダンディ坂野さん風で平成のギャグでお届けします。気をつけてね、パーティーショーがありますよ。ありがとうございました。ありがとうございます。いただきます。はい、どうぞ。ねえ、よかったね、くまモン。はい、いただきます。ちょっとここの後
じゃあここでもう皆さんお別れしましょうか。はい、じゃあすいません、くまもんここまでで、はい、お願いします。はい、またね、ありがとうございます。ありがとうございます。また後でね。あ、今から相撲です。もう行かないといけないから、あの、ここは違います。まだ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 、そうそう、奇襲間です、ここは。そうです、そうです。あ、清めてるのね、体をね、清めて。はい、じゃあ今日は、ありがとうございました。すいません、皆さんありがとうございました。誰えらいやろね。よいしょ。思い出した顔、つい何とかなった。うちらお得でしたね、これ見れて。そのまま帰る。バイバーイ。また後で。ありがとうございます。Okay.